れだけこう静かな曲なんですけど、ずっと見てる人はエキサイトしてMurai Nagasu. また大きな歓声でこの人登場です。17歳の流す未来、ショートプログラムはトップに立っています。3年前のこの全米チャンピオン、昨年は2位、オリンピックに出場しました。オリンピックは4位。ですね、大事になったんでしょうか。トリプルフリップ、これはショートでエッジマークにつけられたジャンプ。そうですよね、このスピンが素晴らしいですね。今、レベル4を取りました。ポジションアーチ、それからコントロールしてきたスピード、一つずつバリエーションいろんな形変えていくところもとてもいいですね。はい、ここに持ってきましたね。トリプルループ、ダブルアクセル、おっと、ちょっとこのミス欲しいです。はい、ちょっと曲の感じも変わってきました。このステップはどうでしょう。厳しいですね、最後のスピン、これはレベル4取れるはずのスピンなんですけど、はい、ちょっとひどいですね。
ス2台でした。2つほど惜しいエレメンツありましたね。このスピンはね、とってもね、取りこぼしって感じしますね、はい、彼女の場合は。そうですね、はい、レベル取れて GOE もクラス2とか3が並ぶレベルの技術なんですよ、ね。オーライ・ナガス、レディー・ジェントルメン、オーライ・ナガス。いくつかちょっと迷いがあったようなこう感じしますね、はいはい、今日はなんかあれっていう部分がね、はい、ちょっとありました。ぐーんと踏み込んでそこへこう決めるっていうね、なんかその強さがちょっとためらいがあったような気がします。果たして東京での切符を手にすることができるのか、長須未来。なんかそんなふうにイメージしたコスチュームかなという気もしますが、そうですね。スケーティングで会ったことがあるんですね。ショートはとってもね、彼女いいんですよ。世界選手権も、はい、去年そうでしたよね。今までそうでした、はい、やはりこうそういうタイプの選手、2つともあの同じようにきちんとできるようになるまでにはなかなか大変なんですよ、まあ、どっちかが良くてどっちかなっていうシーソーみたいな時、はいはい、グランプリシリーズのパリ大会では前半が2位で後半トップで初めての表彰台ということで、はい、それも一つ超えたのかなという感じがあったんですが、まだまだそういうこう難しいあの試合していかなきゃいけないかもしれないですね。あ、そうですか。でもこう一つずつ良くなってますね。あの階段は上がってます。あ、はい、あのアリサ・シズムの円熟味っていうのと比べるとまだ若いなって気がしますね、はいはいはい、あの全体的に滑りとか演技自体、表現力、音楽表現の、はい、17歳の長須未来です。さあ19歳シズニーを上回るには 127.89 が必要なんですが、113.41、 トータル 177.26 は残念ながらシズニーに追いつきません、はいはい、現在のところ第2位です。この部分でちょっと伸びなかったんでしょうか。そうですね。